どうも皆さんこんにちは、コシアキラです。私がですねこの世界に入ったというのは、学生時代高校時代から、アマチュアの番組によく出てまして、勝ち抜き歌合戦のど自慢ですか、それが、昭和36年ぐらいでしたかね、もうはっきりあんまり覚えてないんですけど、それに出ましてですね、その他いろんな番組には出てたんですけど、その10人抜きを見ましてですね、あるプロダクションの社長さんから、歌い手にならないかという、ことを電話がかかってきましてですね、それで私はちょっとその事務所にお伺いして、でこの世界に入るきっかけになりました。いろんなあの歌い手さんの前歌をやって全国あっちこっち回ってきたんですけど、私の師匠が、いわゆる、江口浩二先生、昔の江口良先生の、長男の方なんですけど、下町の太陽とか忘れな草はあなたに、石狩川エレジ、いろんなヒット曲を出してる先生なんですけど、その先生についてですね、修行しまして、それでキングレコードに、入りまして、新曲をもらいました。でちょうどその時にですね、私 の、 あの美術学校時代の卒業にぶつかりまして、ね、果たして歌手を取るか、卒業して、絵の世界に、美術の世界に行くかどうかということで、だいぶ揉めてはいたんですけど、結局は美術の世界の方の学校に行ってしまったんですよね。それでもですね、なんとかその歌手をやってみないかという、またあの会社側の気持ちがありまして、いろんな歌をですね歌ってきました。本土物から、演歌はもちろん、いろんな曲、その町に伝わるような伝統的な残るような歌もいろいろ歌ってまいりました。それがきっかけでですね、相当歌手生活を続けたんですけど、美術の方がいいんじゃないかということで、ある時から美術に移りました。それからですね、ある人からですね、歌を教えていただけないかというようなお話がありましたんで、その辺からですね、教室入りまして、大体この教える方の生活に入っても大体45、6年ぐらい経ってると思います。カラオケが始まった頃のちょうどまだ8トラとかはですね、テープ、カセット、その辺の時代からやってまして、現在に至ってるわけです。現在はですね、こちら本部の方を中心に、出張教室、団体教室を4教室ほどやらさせていただいております。そんなわけでですね、私はこの世界から、一生足を洗うことなくですね、今後も続けていく、そんな気持ちでおります。私どものコシアキラ歌謡教室は、非常に楽しい教室です。生徒さんも、こういう具合にいい方ばっかりです。ぜひ遊びにいらして一回体験してみてはいかがでしょうか。お待ちしてます。